政府専用機。政府専用機は、各国の政府が所有、運航を行い、政府用人の輸送や、自国民の救難などのために使用される、航空機。その国々の事情により、保有機数や機種、運用形態は様々である。通常は、ボーイング737や、エアバス A310 などの小型から、中型のジェット旅客機のほか、 エアバス A340 やボーイング747などの大型旅客機を利用することもある。また、ガルフストリーム4やホーカー800などのビジネス機を購入し、政府専用機やその補助任務に充てているケースモル。世界中のあらゆる主要都市へ直行できるよう十分な航続距離が求められるため、従来はボーイング747などの大型機が主流であったが、 近年は、大型機の乗り入れられる空港に制約が出ることや、ETAPs の緩和により、総発エンジンの小型機でも十分な航続距離の出る機体、ボーイング777、7 3 7ナバイト BJ や、エアバス A319CJ などが多数登場したことなどにより、政府専用機の総発化や小型化が進んでいる。運用は、空軍や、 フラッグキャリアなどの支援を得て行っていることが多い。空軍に所属していることも多いが、その場合やからさまに軍用機として運航すると、外交関係が良好でない国に乗り入る際に、不都合が生じる場合があるため、機体が民間扱いで登録されていることがある。カラーリングは鮮やかな場合があり、国旗の色をモチーフにしているケース、日本やドイツ、イタリアや、 国営航空会社の塗装に準じているケースなど、サウジアラビアやカタール、ブルネーの一部機材もある。カタールやアラブ首長国連邦、イギリスなどの一部の国では国王を含む王族専用機を、アメリカやロシア、北朝鮮などの一部の国では、大統領などの国家原首専用機を運用していることもある。反対に、特定の政府専用機を持たず、 フラッグキャリアやその他の航空会社の機材をチャーターし、政府専用機として使用する国もある。運航乗務員は、空軍のパイロットが、機種別の訓練を受けて乗務していることもあり、客室乗務員については、空軍の兵士が民間航空会社で訓練を受けて乗務する場合や、民間航空会社の客室乗務員が乗務することも、ある。政府専用機の多くは、 民間航空会社で使用されている小型から、中型のジェット旅客機を使用するものの、通常の座席は取り払われるなど、機内使用は大幅に変更されていることが多い。設備については、多くの国では、機密扱いのため公開されることはないが、アメリカが州国大統領専用機、VC-25、通称、エアフォースワンや日本国政府専用機の場合、 用人やその家族向けの寝室や執務室、会議室、随行員用の座席、マスコミ向けの一般客室、内蔵タラップ、エアステアのほか、飛行中に政府機関と連絡を取るための通信設備、アメリカや日本な、ボーイング747ベースの機材の場合は2階席に設置するなどがあることが明らかになっており、他国の専用機もほぼ同様の設備を有する。 他にも乗務員の休憩用ベッドやシャワー、紋章のついたリネン類や食器、簡単な調理もできるギャレーや、貨物室への階段などの特別設備や、緊急時の物資運搬に対応するため、一部の座席など設備が短時間で撤去できるような仕組みが施されているケースもある。なお、カタールやアラブ首長国連邦、サウジアラビアなどの政府専用機の一部やアメリカの、 大統領専用機には赤外線画像追尾式ミサイルによる攻撃対策としてこれらのミサイルを拡乱する装置が装着されているケースもある各国の政府専用機について示すアメリカやブラジルロシアやドイツフランスなど自国で民間機を生産している国では自国機を使用することが多い一部諸国のケースでは専用機ではなく 民間機を借り上げているものも示す。アイルランド空軍のガルフストリーム4のほか、エアリンガスのエアバス A330 を使用する場合もある。2009年時点ではボーイング757を使用。アルゼンチン空軍が運用。コールサインは単語01。各市長国がボーイング747から400や777、737 BB、BBJ。 787や、エアバス A320、アブロ RJ などを運用。なお塗装は、各種彫刻ともに共通である。エアバス A319 などを運用。エアバス A330MRTT を運用。また、王室専用機として、BAE146 が2機運用されている。以前は、ブリティッシュエアウェイズの機材や、プライベートジェットが借り上げ運用されていた。 イタリア空軍のエアバス A319 や、脱走ファルコン50、脱走ファルコン900などを運用。ボーイング737から200や707、エアバス A321、A340 から200を運用。エアインディアの特別機を使用。国内では、インド空軍のボーイング737のケースもある。ボーイング737から800を運用。 以前は、ガルーダインドネシア航空が特別機を運航していた。エンブライルインブ120などを運用。エアバス A340 などを運用。エンブライルレガシー600などを運用。ホーカー400やベル412などを運用。オーストラリア空軍の第34飛行隊がボーイング737やボンバルディアチャレンジャー604を運用。 ボーイング747から400やボーイング 747SP、ボーイング767や、ガルフストリーム4などを運用。フォッカー70などを運用。ボーイング757やボーイング767などを運用。カタール空軍の政府専用機運航部門のカタールエミリーフライトによる運航で、カタール航空塗装。 もしくは、それに近い塗装を施したエアバス A340 や A319、ガルフストリームなどの機材を運用している。カナダ空軍第437輸送飛行隊が、エアバス A310 を運用。ボーイング737から300の1985年世紀を運用。長距離時には大、大艦航空か。 アシアナ航空のボーイング747から400も利用されていた。しかし、通常運用しているボーイング737から300の老朽化と、航続距離が問題となった。リア・キヒロ政権時代の2010年2月、アイカン航空と、同社所有のボーイング747から400を5年間、1、157億本ンで、長期賃借する契約を結んだ。 この契約は、牧金めぐみ政権時代の2014年末に、同社との間で2020年3月まで1、421億、ウォンの再契約が行われた。なお、当初は、民間からのリース機材であるため、軍用の機体記号ではなく、大韓航空時代の機体記号、HL7465 のまま、機内の改造及び塗装を変更して使用していたが、 2011年に空気吸入口が故障し、航空安全保安基準に達していないことから、2012年にラオスで行われたアジア欧州会合では、以前使われていた、ボーイング737を利用した。イール -62 やボーイング727から、100、ボンバルディア CL-601 を運用。クバーナ航空のイリューシミイール -96 や、 イール -62 がよく用いられる。ガルフストリーム V などを運用。クウェート航空塗装のエアバス A310 や A320、A340、同社のボーイング747から400の特別機を運用。ボンバルディアチャレンジャー604を運用。フォッカー70などを運用。フォッカー海28やボーイング737から700などを運用。 ガルフストリーム4などを運用。ボーイング 747SP やボーイング747から400、マクドネルダグラス MD-90 や、マクドネルダグラス MD-11、ガルフストリーム4などを運用。脱走ファルコン50、ボーイング727を経て、現在はボーイング767から 200ER を運用。 スリランカ空軍がベル412などを運用。スペイン空軍がエアバス A310 や脱走ファルコン900などを運用。スウェーデン空軍がガルフストリーム4などを運用。スイス空軍が脱走ファルコン50やセスノサイテーションなどを運用。内務省航空団がスポレフツ -154M 及びヤコブレフス -40 を運用。 マクドネルダグラス MD-87 を国王専用機として運用。この機体は2007年まで日本航空で運用されていた機体である。脱走ファルコン50やディアジェット31などを運用。エアバス A310 やエアバス A319、ボーイング737のほか、ベル412などを運用。ガルフストリーム G500 やフォッカー海カ50を運用。 ボーイング737が運用されている。北京西航空港を参照。なお2000年に中華人民共和国政府専用機としてボーイング767から300を購入したが、同国政府が盗聴機が仕掛けられているとクレームを受けたため、その後民間機に改装して中国国際航空で使用されている。国家主席や国務院総理、 首相などの外遊時には、中国国際航空のボーイング747の400やエアバス A330 から200をチャーター利用することが多い。中華民国総統専用機として、台湾空軍のボーイング737-800、機体番号3701を運用、台北松山基地に所属する。 カリブ海諸国への長距離移動時や国家承認がない国家に乗り入れる場合には、チャイナエアラインかエバー航空のボーイング747から400が利用される。チャイナエアラインでは特別塗装のドリームライナー、機体記号 B-18210 が当てられることが多い。チリ空軍がボーイング737-500などを運用。チェコ空軍が エアバス A319 やボンバルディアチャレンジャー600などを運用。高麗航空の機体が用いられる。しかし、近日星、近正日が飛行機嫌いだったため、2000年代までに運用はほとんどなかった。2010年代においては、遺留子にいるマイナス62、2機が運用に当てられており、2014年にはキム・ジョンウンが登場している姿も報道された。 同年、蔡竜海が放浪した際にも運用されたが、キロトラブルが発生し、モスクワに引き返した。また、2016年には火災を起こして、中国新洋の空港に不時期したことがある。2018年2月、金与えたしが、イリューシン62、チャムメ2号にて韓国を訪問。同年5月には、金正恩が同景機、P-618、チャムメ1号にて、 中国の大連を訪問した。しかし、2018年の米朝首脳会談では、初の長距離飛行への問題から、金正恩は自身の専用機であるチャムメイ1号ではなく、中国の利活教首相が利用する、中国国際航空のボーイング747の400、機体記号 B-2447 を利用した。 デンマーク空軍のボンバルディアチャレンジャー604を運用。ドイツ空軍が運用している。ルフトハンザドイツ航空から購入した中古のエアバス A340 から300を主に使用している。それ以前にはインターフルク航空で使用されていたエアバス A310 を運用していた。A310 はフランス国立宇宙研究センター参加の社に売却され、 機内で微小重力環境を作り出す科学実験機 A310-0G として運用されている。エアバス A319 やガルフストリーム4、ガルフストリーム G500 などを運用。2015年10月7日にエルドアン大統領夫妻が来日した際は2011年から運用開始された A330 から200が飛来した。イール -62 などを運用。 脱走ファルコン900などを運用。王立ニュージーランド空軍第40飛行隊、オークランド空軍基地フェヌアパイ飛行場所属が、ニュージーランド政府専用機、ボーイング757から 200S2 機を2003年6月から運用。首相や政府要人の輸送のほか、ニュージーランド国王やイギリス王室のメンバーが、NZ 訪問時には、政府専用機として運用される。 通常土器は空軍輸送機として兵士や物資の輸送を行っている。1980年代から2003年まではボーイング727-2機を政府専用機として運用した。王室の通常の移動にはスカンジナビア航空の民航便を利用。稀にノルウェー空軍の脱走ファルコン20を利用。アリタリアイタリア航空をよく用いる。なお、 ローマ法王が登場した際のコールサインはシェパード1となるエアバス A310 やガルフストリーム4などを運用バーレーン王室航空バーレーンロイヤルフライトがバーレーン王家のためにボーイング747の400及びボーイング 747SP ボーイング727から200を運用ビーマンバングラデシュ航空の特別機を仕立てて利用 777、または、エアバス A310 の利用。ブラジル空軍による運用。エアバス A319 を、コールサイン VC-1A と故障。他に、エンブライル195などを運用。フランス空軍において、エアバス A319 や、エアバス A340、脱走ファルコン50、脱走ファルコン900などを運用。二千十年から、 大統領専用機としてアカライベスから中古機購入したエアス330から200を運用している。ボーイング727を運用。ボーイング747から400やボーイング767、エアバス A340 やガルフストリーム V などを運用。マレーシア航空のエアバス A330 などを利用。 ボーイング737から800よびイツポレフツ -154 を運用。ベトナム航空のボーイング777などを運用。ボーイング737から500などを運用。エアバス A330 などを運用。フォッカー海28やベル412などを運用。ボンガルディア b d 7 0 0などを運用。ポーランド空軍は スポレフツマイナス -154M やエアバス A320 などを運用。2010年4月10日にスポレフツマイナス -154 がレフカチンスキ大統領の登場中に墜落した。脱走ファルコン900などを運用。ちなみに、ファルコンはもともとはサッカークラブのマンチェスターユナイテッド FC の専用機として製造されたが、クラブ側のキャンセルで、 ボリビア政府専用機として引き渡された。TAP ポルトガル航空のエアバス A340 などのチャーターのほかポルトガル空軍が脱走ファルコン50などを運用。相性は、ボーイングビジネスジェットなどを運用、ボーイング757やボーイング737、ガルフストリーム E などを運用。2016年2月3日、 ボーイング787の飛行試験機録号機、ザ・レーレー6を改装した上で受領。ガルフストリーム E などを運用。約マイナス40などを運用。ミット、モンゴル国営航空のエアバス A310、ボーイング737などを運用。リアジェット45などを運用。リビア航空やアフリキア航空のエアバス A340 などが使用される。ボーイング707や、 BAC1 から11などを運用。リアジェット35などを運用。イール -96 などを運用。大統領専用のイール -96 はロシア航空が保有しており、登録上は民間機扱いである。エアバス A340 などを運用。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。